ジェラルド・ロバート、ジェリー・サンズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州オレンジ軍、ミドルタウン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、NPB の阪神タイガースに所属。2008年の MLB ドラフト25巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、6月10日に契約。参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ドジャースで、プロデビュー。46試合に出場して打率。 205.10本類が33打点5盗塁の成績を残した。2009年は A 級グレートレイクスルーンズとパイオニアリーグのルーキー級オグデンラプターズでプレー。A 級グレートレイクスでは32試合に出場して打率260.5本類打、19打点1盗塁の成績を残した。2010年は A 級グレートレイクスでプレーし、 六十九試合に出場して打率三三百十三点一八本塁打四十六打点十四盗塁だった六月に AA 級チャタヌーがルックアウトへ昇格六十八試合に出場して打率二百七十点一七本塁打四十七打点四盗塁の成績を残した二千十一年はトリプル A 級アルバカーキアイソトープスで開幕を迎え 4月18日にドジャースとメジャー契約を結んだ。同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。7番左翼手で先発起用され3打数1安打1打点に三振だった。その後は主に左翼手として先発起用され41試合に出場したが打率が200と結果を残せず6月9日にトリプル A 級アルバカーキへ降格した。 登録枠が拡大された9月6日にメジャーへ昇格。この年メジャーでは61試合に出場して打率。253.4本塁が26打点3盗塁の成績を残した。2012年3月27日にトリプル A 級アルバカーキへ配属され開幕を迎えた。5月15日にマットケンプが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。 昇格後は8試合に出場したが、20打数4安打1打点8三振と結果を残せず、5月29日にトリプル A 級アルバカーキへ降格した。8月6日に再昇格し、同日のコロラドロッキーズ戦で先発起用されたが、3打数無安打2三振とアピールできず、8月9日にトリプル A 級アルバカーキへ降格した。 この年メジャーでは9試合に出場して打率17、174.1打点だった。2012年10月4日、8月25日に成立したトレードの後日発表選手として、ルビー・デラロサと共にボストン・レトソックスへ移籍したが、12月26日に、ジョエル・ハン・ラハン、ブロック・ホルトとのトレードで、マーク・マランソン、ストルミー・ピメンテル、イヴァン・デ・ヘスース・ジュニアの3選手と共に、 ピッツバーグパイレーツへ移籍した。2013年3月1日にパイレーツと1年契約に合意。3月13日にトリプル A 級インディアナポリスインディアンスへ配属され、開幕を迎えた。この年はトリプル A 級インディアナポリスとルーキー級ガルフコーストリーグパイレーツでプレートリプル A 級インディアナポリスでは106試合に出場して打率20 7. 7類。207.7本塁が。 34打点の成績を残した。オフの12月13日にディーフとなった。2013年12月23日にウェーバー工事を経てタンパベイレーズへ移籍した。2014年1月7日にディーフとなり、1月9日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ダーラムブルズへ配属された。開幕をトリプル A 級ダーラムで迎え、 開幕後は54試合に出場した。6月1日に、ウィル・マイヤーズが、故障者リスト入りしたため、代役として、レイズとメジャー契約を結んだ。同日のレッドソックス戦で4番、指名打者として、先発起用され、2年ぶりのメジャー公式戦出場となったが、4打数無安打3三振に終わった。その後は、指名打者や代打として起用されていたが、6月23日に、 左手首の故障で15日間の故障者リスト入りし、8月20日に60日間の故障者リストへ移動。そのままシーズンを終えた。この年は12試合に出場して打率、190.1本類が4打点だった。オフの11月3日に DF となり、11月5日にトリプル A 級ダーラムへ降格。11月9日に FA となった。 2014年12月15日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2015年は参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズで開幕を迎え、4月10日にメジャー昇格した。昇格後は9試合に出場して打率、348.4打点の成績を残していたが、4月29日にディーフとなった。あと、 5月5日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級コロンバスへ配属された。その後、5月28日に再昇格して31日に、再び、ィーフとなり、6月6日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級コロンバスへ配属された。さらに7月31日にこのシーズン3度目のメジャー昇格を果たした。昇格と降格を繰り返したこの年は、 50試合に出場、打率236.4本塁が19打点という打撃成績を残した。守備では右翼手で32試合、一塁手で11試合、左翼手で7試合を守った。ホワイトソックス時代のサンズ2015年12月23日にウェーバー工事を経てシカゴホワイトソックスへ移籍した。二千十六年六月七日にディーフとなり、 17日に40人枠を外れる形で、参加のトリブル A 級、シャーロットナイツへ配属された。10月6日に FA となった。2017年2月13日に、独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約。39試合に出場して打率。319.13本類が45打点の成績を残した。2017年6月3日に、 サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、参加の AA 級リッチモンドフライングスクール,ルズへ配属された。2018年8月7日に、不審により退団したマイケル・チョイスの代役として、久保のネクセン・ヒーローズと契約。登録名は、25試合の出場ながら12本類が37打点を記録した。2019年は、同年より、 チーム名がキウムヒーローズとなり、113打点を挙げて、最多打点の個人タイトルを受賞した。オフには年俸交渉がまとまらず、2020年の再契約には至らなかった。2019年12月20日に NPB の阪神タイガースと契約したことが発表された。推定年俸110万ドルの1年契約で、背番号は52。二千二十年には、 一チームにつき最大で4人と定められている NPB の外国人枠が新型コロナウイルスへの感染拡大に伴う特例で5人に拡大されたことなどを背景に前年から在籍するジェフリー・マルテ自身の前に新加入が決まったジャスティン・ボアとの同時起用による打線の強化が期待されていた。しかしオープン戦から打撃不振に陥り MBS 法でただ一人 レギュラーシーズンの開幕を憎んで迎えた。一軍の打線が開幕から極度の打撃不振に陥っていたことや、開幕から一軍に帯同していたジョン・エドワーズの戦線離脱で外国人枠に余裕が生じたことを受けて、開幕8日後の6月27日から一軍に昇格。同日の対横浜 DNA ベイスターズ戦に6番左翼手としてスタメンで一軍の公式戦に、 初めて出場すると、1点ビハインドで迎えた9回、表西一二塁の第5打席で、NPB 初安打、初本塁打、初打点を山崎康明からの逆転3点本塁打で記録した。復帰当初は6番打者ながら、マルテ、ボーアと並んで、スタメンに名を連ねたことがあったものの、マルテが故障で戦線を離脱した7月以降は3番打者に定着。 7月28日の大東京ヤクルトスワローズ、戦では5番打者のボアと共に満塁本塁打を放った。阪神で複数の新外国人選手が1軍の公式戦で1試合に揃って満塁本塁打を放った事例はこの試合でのサンズとボアが初めてである。さらにシーズン中盤まで NPB 両リーグでトップの得点圏打率を記録するなど、 久保時代に続いて勝負強さを随所で発揮。開幕から相次いで4番打者を任されていたボーアが不審、マルテが故障、大山祐介が不審に陥ったことを背景に8月20日の対読売ジャイアンツ戦から阪神の公式戦史上第106代目の4番打者に起用された。ボーアに続いて8月27日の対中日ドラゴンズ戦で シーズン2桁本塁打を達成すると、同月30日の対広島東洋カープ戦から3試合連続本塁打を記録した。阪神の新外国人選手による1、軍公式戦での3試合連続本塁打は、2000年のトニー・タラスコ以来20年ぶりで、2試合目に当たる9月1日の対ヤクルト戦では、NPB 初のサヨナラ本塁打も放っている。 2021年4月1日の広島戦において内野フライでタッチアップというプレーを見せている。6月10日来日初の一塁守備についた。ありがとうございます。